こんにちは、ブルーホースです。今日はセルフコンパッションという話をしていこうと思います。セルフコンパッションっていうのは、結論言うと自分に優しくするための力っていうもので、これがどれだけ鍛えられているかどうかっていうので、ストレスレベルが変わってきたりとか、人生に対する満足度とか幸福度っていうものが変わっていきますよっていうものですね。で、自分に優しくしようっていうことなんですが、人生が生きやすくなるためには、自信をつける、要は何かの能力が磨かれて、俺はこれができるとか、私はこんなことが得意だっていう風な自信をつけていくことよりも、生きやすくするためには自分自身に優しくする方がいいですよっていうお話なんですね。で、自信っていうのはちなみにつけるっていうよりは生まれつきの要素っていうのが多いと、なんか性格によって結構決まっているっていう部分があるんですね。で、かつ自信があっても、結果全然役に立たない、要は自分が思っている気持ちの部分と実際の能力、実力の部分との乖離が出てくるんで意味がないんじゃないかっていうような報告結果っていうのもあったりするんですね。で、そんな話をした上で、セルフコンパッション、つまり自分に優しくする方が心理学的に見ても人生の幸福感とか満足度っていうのは高まると。で、今日はセルフコンパッションを鍛えるためのトレーニング方法を紹介していこうと思いますんで、皆さん一緒に鍛えてまいりましょう。で、トレーニング方法としては今回 5個紹介します。で、内容としては、どんな人にやってもらったかっていうのは、男女それぞれに集まってもらって、だいたい3週間くらいのトレーニングっていうのを行います。5つあるんですが、それぞれを1個ずつやっていくのもいいですし、トータル15週間のトレーニングにしてもらってもいいですし、たった4ヶ月かからないくらいのトレーニングですから。で、もしくは、同時並行で一緒にやれるものは一緒にやっていくと。そこら辺は、ご自身の、パターンによっていろいろ変わると思いますんで、好きに選んでもらえたらと思うんですけれども、3週間訓練を一つ目安で行って、自己効力感っていうのを爆上げしたわけなんですね。トレーニング方法としては5つですね。まず1つ目がコンフォートカードっていうんですね。コンフォートっていうのは快適なとか、居心地のいいっていう意味があるんですけど、コーチングなんかではコンフォートゾーンっていうね、自分にとって居心地のいい空間なんて言葉がよく使われるんですが、自分にとって居心地のいいカードを作ろうっていうことです。で、内容としては自分が辛かった体験とかを思い出すと、例えばいじめにあったことがあるとか、ペットロスになったとか、人に裏切られたとかっていうような辛かった体験っていうのを思い出して、その時に頭に浮かんだ批判的な言葉っていうのを紙に書き出す、カードに書き出すと、例えばペットを失ったのは自分がお世話をちゃんとしてあげなかったからとか、人に裏切られたのはもうそいつが最低だったとか、あるいは自分がその信頼に
本日も動画を最後までご視聴いただきましてありがとうございました。この動画が面白かったな、役に立ったなという方はですね、ぜひグッドボタンと、それから下のチャンネル登録ボタンもお願いします。それから皆さんの強みを引き出したりとか、あるいは伸ばしていく、そんなですねコーチングもやっています。興味のある方、セッションを受けてみたいという方はコメント欄、もしくは Twitter の DM からお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。さよなら、バイバイ。